バスケカップラストの動画です、これ。はい、まあなんかいろいろありましたね。まあ、楽しかったっすよ。楽しかったっすよ。ワンワンもやったし、スリオンスリーとかね、大会もね、ちゃんと盛り上がったしね。しっかり運営できたんでね。そう。で、優勝もね、できたよね、俺ら。ん？え？優勝したら？いやー。え、だって、準決勝とかさ、最後、抜いてレイアップだったよ。そう、レイアップだった。あと1点の場面でレイアップ行った人いたよ。優勝したっしょ。それは当然入ってるね。入ってる。え？俺ら負けたの？もしかして？もしかして？もしかして？すいませんでした。マジですいませんでした。僕、バスケットボールという競技を初めて教わったのはレイアップなんですよ。はい、レイアップ決めるまで多分始まんなかったんです。レイアップってしょうがない、しょうがない。ちょっと甘えてるっすよね。強くないっすね。鍛え直した方がいいんですよ。ってことで、まあもう今日ラストです、バスケットカップ。はい、ラスト総本山として、あの使えない方のバスケをちょっと僕がバチバチコンテンポにちょちょ鍛え直すということ。はい、やってやるよ、お前。鍛え直してくださいお願いします。で、まあ、僕ともう一人大志くんが、はい、頑張ります。そこちゃん、そこちゃん、 OK。 もういいんちゃう。じゃあ先に大志行くか。マジで、大志、あの大志さん、ボコボコにしちゃってください。そっち左。おい、出なさるよ、お前。根性叩き直すんだろ。おお、右のレイアップ誘ってるよ、誘ってるよ。やっぱ右でダメだな。あれ、今レイアップ外しましたか。もしかして、もしかしてフラッシュバックしちゃった。しょうがない、しょうがない。右手の方、右手だったら入った。確かに AK さんもレイアップ入んねえよ。ゲーム。てん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 。入ったよ。あ、終わった？え、鍛え直してもらった。バカ野郎、次俺が行くから。まあ今日こそな、あの棒のね、ダメダメのやつを。ワンワンまだ負けなしとか言ってるんで、あんなできれ、はい、僕が黒星ちゃんと送る。黒星って何？ちょっと待って、今右手だよ、右手だよ。入った。うん、レイアップ行ったの？レイアップ行ったの？入んない。
おお。右手のレイアップが決まった。違う、反応しすぎなんだよそこ。あれ今何なんすか。何なん今。90。待って、お互い90は良くないよ。お互い0は良くない。そう思うじゃん。今日の俺乗ってっから。おう。あー、見ないで。やばい、見ないで。ちょっと違う違う。まだ0点ですよ。そしてやっぱたまたま俺が打っちゃっただけで、うん、誰が打ってたとしても外れたんじゃないか。ちょ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 、やばくね、レイアップ入んねえんだけど。いや、バスして右手下手説。はい、おお。すいません、克服しました。来ましたね、もう完璧です。あの、まあこんなもんですよ。相手ならば逆に AK さん右手がもうバカ野郎ですね。もうまたバカ野郎です。